始まったの、うん、猫じゃらしをマロン君は奪うことができるのか。友達はマロン君を後ろにコテンって刺したら勝ち、マロン君は爪を引っ掛けられた勝ち。結構マロンの運動神経いいからね、うん、マロンが、うん、いけいけいっちゃうかもしれない。ちょっとさっきからねやってたから多分遊び慣れてると思うでね、難しいよ。とりあえず立たせないからね、うん、よいしょ。後ろ、後ろに持ってくる、うん、いいんですよ。おー危ない、危なかったにマヨン君。チャチャでもいいよ。いやプロレスやな、うん、プロレス一緒やな。これチャチャをね転ばせるの難しいよ。むずいねこれはね、補助チャチャ補助どっしりしとるで、チャチャは。違う、チャチャ、ここのさ、隅っこにいて、いつでもこけれん、こけんようにしとるやつ。固定ね。うん。あ、マロン君狙っとった。たたたた、来たれね、マロン君。チャチャね、固定できたらすごいわ。一回だけあるけど、今まで。タカトも、あれやで。あの、無理やりガジってやらずに。いやいや、行った今のは違うよ、今のはね、ちゃちゃこれ、俺もこって今のは違う、ゴロンやね、ちゃちゃ。じゃあゴロンした？ゴロンやね。ゴロンした？負けてないもんね、ちゃちゃ。認めたくないな、ボスやな、うん、これほら、戦闘モードじゃないもん、うん、あ、マロン来た。マロン来た勝負。マロンできたら、うん、なかなかの手だれ、うん、あの、猫をやっぱ遊ばせる能力があると言っていい。猫の動きとか分かってないとできへんで。うちに来た友達はマロン君を倒すことができるのか。ん？やっぱな、強弱が引き出した。あ、取られたことない今。取られた？今取られてないよ。取られてない。今取られてないよ。第1戦目はマロンの勝ちで。しゃあないね。うん。第2戦目。やっぱ3番勝負やな。第2戦目始まり。ちゃちゃ。まあでも大体分かってきた。大体分かってきた。大体分かってきた。ちょっと、あ、ちょっと、なんかふみふみしたい。あ、ダメダメダメ。ちゃいちゃい、後ろにあるの分かってない。あれあれカバンだよこれ。カバン、カバンギュッてしとる今。違うよ、ちゃいちゃい。あ、後ろだ。くるくるくるってどれと遊べばいいか分からない、分からないと思って。おー、いいね、動くね。こんな動くちゃいちゃい、あんま見たことないじゃない、みんな。よし、行くぞ。じゃじゃ、立たへんだな、まず。そうっすね。この体がもう、重たそうだもん。じゃじゃ、あ、じゃじゃ、来るの。おぉ、じゃじゃ、来た。ブリブリさせてね。いいぞ、じゃじゃ。あ、もう一回やるの、じゃじゃ。じゃあ、もう一回。そこ行って。じゃじゃ、じゃ。おい、おい、おい。あらっ、チャー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 の勝ち。第2戦目もこれでくるくる、チャチャエクスプレス。そうだ、くるくる、お尻振り振る、お尻振っとる、お尻振っとる。チャチャ来た、ちょっと遅かった。今離陸でいけへんやん、これじゃあ。ためにためてダメダメになる。チャチャ、マヨクそこな。お、急に参戦。2人してそっから座ってやんの？そういう競技なのそれ。丸くおいしい。わっ、取った。あ、丸く取った。うまいね、命中率も高め。丸く、丸く右手しかない。あれ、左手どこ行った？マロン、マロン左手ねえよお前。あれ全部右手や。あれ、あ、左手下あるわ。そっち向きにゴロになってるで、右手しか使えんのか。じゃあこっから第3戦ラスト、友達が勝つか、ちゃちゃとマロンが勝つか。2人を出したらこっちに引きずり込んだら勝ち。109876543321。ゼロー、マロクの勝ち。マロク勝ち。マロクそこで頑張りました。